続いてはシリーズ戦後70年の地平からです。今週は旧南洋群島の戦争の記憶に触れてきましたが、最終回の今日はこうした歴史をどのように残していくのか、記憶の継承について考えます。ある特別な思いを持って現地へ向かった一人の男性を取材しました。こんにちは。はい、どうぞどうぞ。よろしくお願いします。朝戸志潤さん、70歳。思うでしょう。戦後テニアン島の収容所で生まれました。でこの両側の白い、これもあの南洋の戦争で亡くなった私の兄さん姉さんになる、うん、サイパン島玉砕後わずか2週間後に戦場となったテニアン島。ここでも多くの住民が犠牲となり、そのほとんどは幼い子どもや若者だったといいます。10年前、今は亡き母と共にテニアン島を訪れる朝戸さんの姿がありました。あっちが水洗い場、それで反対側に水地形所はあんまりだけ家族が暮らした場所を探し、何度も現地を訪ねていた朝戸さん。生きた証を残すため、家族の屋敷跡を見つけ出し、石碑を建てていました。しかし、そこに刻まれたのは、わずかな文字。南洋の記憶をより詳しく、正確に残したい。年々その思いが強くなってきました。その標識というのは単なるタイトルだけですよね。何々の跡と。これだけじゃやっぱ意味わからんだろうと。じゃ説明もしようということで、アクリル板ですね。ここにはたくさんの文字が並びます。専門家のアドバイスのもと、南洋での記憶を正確に記した説明板。朝戸さんの思いは形となり、今年ようやく完成しました。南洋帰りの人たちがもう高齢化して、あと数年でもう現地に行けなくなる。私たちの記憶を私たちに代わってこういったものでね、後世の人たちに理解してもらおうと。去る大戦の前には裁判を始めて。先月朝戸さんは記憶が記された説明板を携え現地へ向かいました。日本からおよそ2400キロの距離にあるテニアン島。戦前ここにも多くの県出身者が移り住み、サトウキビ栽培に勤しみながら生計を立てていました。ここはかつての島の玄関口。人々が往来したこの場所に新たに説明板を加えます。戦前海を渡ってこの地に入り、そして戦後深い悲しみを抱え、ここから沖縄へ帰ったのか、朝戸さんの思いは巡ります。今年設置した説明板は3箇所。そこには日本語と英語の両方が表記されていました。現地の人にも知ってほしいという朝戸さんの願いです。テニアンの学校の子どもたちが来て、で英語のを見て、あ、ここ、こういう場所だったんだということを。That this monument is being installed to remember all those our brothers and sisters, Okinawans who died here during the war.地元の学生も多く参列したテニアン島の慰霊祭。島に設置した説明板が彼らの目に触れ、その子や孫にも継承されてほしい。朝戸さんの思いは膨らみます。あった、もうあれは間違いないです。はい、ここにウチナンチュがその、ね、1万人超えるウチナンチュが収容されて1年半も住んでたわけですから、みんなね。そしてサイパン島にはまだ説明板のない石碑だけがありました。朝戸さんは
県出身者が生きた証を記すため、来年もまたこの地を訪れます。これが一つの仲立ちというかね、話題のこう一つのあれになってね、テーマになってね、これがどん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 生きてくる。引き続きもっとね、いろんな場所で地元の理解をもらってね、作っていきたいですね。戦前、戦中、戦後、この地で汗を流した県出身者たち。もう一つの沖縄の歴史をつなぐ麻人さんの取り組みは続きます。